東郷平八郎の肖像。首にかけているのは大君位菊花賞継色。左六に配用しているのは、一番上から時計回りに、大君位菊花大樹賞の副賞、君一等極実東花大樹賞の副賞、君一等随法賞の副賞、孔一級金主勲賞の副賞。左肩から右脇にかけている、大樹は、孔一級金主勲賞の正明。 大国行きっか継職と様々な勲章を着用した昭和天皇本校では日本の勲章について解説する。日本における勲章は個人の功績や業績を国家が表彰するための制度として明治以降に整備された除位、除尺廃止、除勲及び法章の英典、並びに支配や気章などのうち除勲に属する小職とされている。つまり、 勲章は、叙勲によって、国などと共に与えられるものの一つである。栄誉を示すために身につける、廃章で、将勲局所管の法令によって定められるものには、勲章の他に法章及び気章があり、これらは総称して、勲章等と表記される、第一条。日本において勲章は、天皇の名で授与される。日本国憲法第七条七号は、 天皇の国事行為の一つとして、英転を授与することを定め、道場を根拠に、英転の一つとして天皇が勲章を授与する。英転授与の実質的決定権について、日本国憲法には、明文の規定がないが、日本国憲法第7条の助言と承認及び、行政権の主体であることから内閣が、実質的決定権を有する。勲章制度を定める法律はなく、 政令及び内閣府令に基づいて運用されている。なお、英典制度、除勲制度に関しては、いくつかの点が議論となっている。現在22種類存在する勲章は、明治8年大上官布告第54号、勲章制定の件、明治10年大上官たち第97号、大勲疫喫下大獣章及び副章正式の件、明治十一年直令第一号、 奉還賞及び、大勲位喫花賞継職に関する県改正前は、明治二十一年一月四日直令第一号、各種の勲章等級正式及び被大勲位、喫花賞継職の正式及び、昭和十二年直令第九号、文化勲章令をもって定められている。現行二十二種の勲章は、喫花賞、東華賞、極日賞、随宝賞、奉還賞及び、 文化勲章に対別される。菊花章と、投下章は、極日大綬章または、随法大綬章を授与されるべき功労より優れた、功労のあるものに対して特に授与することができる、ものとされる。極日章、随法章は、国家または公共に対し功労のあるものに授与され、極日章は、社会の様々な分野における功績の内容に、着目し、 顕著な功績を挙げた者、随法省は、国を呼び、地方公共団体の公務または、公共的な業務に長年にわたり従事して、功労を積み重ね、成績を挙げた者とその対象に、違いが設けられている。法官省は、特別のバイフ人の訓労ある者に授与すると定められ、現在は、外国人に対する儀礼叙勲や皇族女子に対する、 叙勲など特別な場合に限り運用されている。文化勲章は、文化の発達に関し君、伊佐を卓絶なる者に授与される。いずれも、個人のみを授与の対象としており、団体、法人に授与されることはない。個人であれば、生存者であると死亡者であると問わない。また、日本国民であると外国人であるとも問わない。叙勲は、春秋叙勲。 危険業務従事者叙勲、高齢者叙勲、死亡叙勲、外国人叙勲の区分がある。春秋叙勲は、年に2回、春と秋に発令される定例の叙勲である。春秋叙勲は、春は4月29日、秋は11月3日に発令され、毎回おおむね4000名が受賞する。危険業務従事者叙勲は、警察官、自衛官、消防臨、刑務官、 海上保安官などの危険業務に従事した55歳以上の元公務員を対象として、春秋除勲と同じ日に発令され、毎回おおむね3600名が受賞する。高齢者除勲は、春秋除勲で受賞していない功労者を対象として、毎月1日に発令され、年齢満88歳に達したのを機に除勲される。死亡除勲は、 叙君対象となるべき者が死亡した際、随時叙君される。外国人叙君は、国賓等に対する儀礼的な叙君と功労のあった外国人に対する叙君があり、いずれも外務大臣からの推薦に基づいて行われる。なお、文化勲章は1年に1回発令され、11月3日の文化の日に、宮中において天皇から真授される。 いずれの叙勲についても、官報の、ジョイ、叙勲の項に、受賞者の氏名と叙勲された勲章が掲載される。また、春秋叙勲、危険業務従事者叙勲、文化勲章の叙勲については、多くの新聞で、受賞者名等が報道される。叙勲は、勲章の授与基準5月20日閣議決定に基づいて、行われる。叙勲候補者には、 年齢満70歳以上であることなどの形式的要件のほか、国家または公共に対する功労の内容や、懲罰歴などの調査が行われる。この調査は徹底しており、刑罰の有無はもちろん、破産宣告、破産手続き開始決定の有無なども市町村長に紹介され、選考の資料とされる。受賞者の選考では、まず、内閣総理大臣が決定した。 呪君候補者推薦要項に基づいて、衆議院議長、参議院議長、国立国会図書館長、最高裁判所長官、内閣総理大臣、各省大臣、会計検査委員長、人事院総裁、区内庁長官及び、内閣府に置かれる外局の長から、内閣総理大臣に対して、受賞候補者の推薦が行われる。次に、 内閣総理大臣がこの候補者を審査して、閣議決定が行われる。その後、天皇に上奏して、採下を得た上で発令される。助君者の多くを占めるのは、各省大臣からの推薦によるものである。なお、危険業務従事者助君については、別途、先行手続きが定められている。このほか2003年秋の助君より導入された、一般推薦制度もある。 もっとも、2008年秋の叙勲における、一般推薦による受賞者は4028人中5人と、ごく少数にとどまっている。勲章を受賞した後に、死刑、懲役またはむき、弱派3年以上の禁庫に処せられるなど、勲章地脱令に定められた自由が生じた時には、勲章を地脱される。同例では、法令により拘禁されている間は勲章を、 廃用できないことなども定める。日本国憲法第14条参考講談では、英天皇授与は、現にこれを有し、または将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。とされており、勲章の世襲することはなく、廃用できるのは授与された本人のみである。なお、本人、またはその親族が受けた勲章は、財産としての差し押さえが禁じられている。 また、授与された、有待物としての勲章は、財産権の対象として、相続の対象となる。勲章と同一または類似の商標は、商標登録することができない、資格がないにもかかわらず勲章もしくは勲章に似せて、作ったものを用いたものは交流または過料に、処されるなど、勲章に関わる、法的規制もいくつかある。低名皇后の肖像。 左胸に配用しているのは、久美東方法勘の副賞。右肩から左脇にかけているのは、久美東方法勘の大従。日本が、西欧諸国に習って、本格的な勲章制度を定めたのは、明治時代であるが、幕末にも薩摩藩が、後輩を、制作、授与していた。1867年、フランスで開かれたパリ万国博覧会に、日本からは、 江戸幕府、薩摩藩、佐賀藩が初めて参加し、それぞれが出展を行った。その際、幕府法が日本大軍政府代表を交渉したのに対し、薩摩方も独自に日本薩摩大主政府代表を称し、あたかも幕府からは独立した政権であるかのように振る舞った。さらにそのことを具体的に示すため、 フランスのレジオンドヌール勲章を模した薩摩、琉球国の交配を現地で制作し、これをナポレオン3世以下フランス政府高官に送った。これが日本初の西欧式勲章、薩摩琉球国勲章である。一方、パリでの状況を知った幕府も勲章制度を検討したが、間もなく大政奉還を迎えた。この時に計画され、図案まで検討されていたのが、 青い勲章であるが、結局幻に終わった。また、明治維新により、薩摩琉球国勲章も存在意義が失われたため、結果的にこのパリで授与されたものが最初で最後のものとなった。年賞が、大日本帝国勲章郷1895年、出版明治維新化で、 近代的制度の整備が進められていた1871年10月15日、新政府は、勝敗制度の審議を立法機関であるサインに、諮問した。1873年3月には、細川淳次郎、小牛久白ら5名が、メダイユ取調べ御用係に任じて勲章に関する、資料収集と調査研究に当たった。1875年4月10日、 勝敗禁定の見事のりを発して、勝敗従軍敗制定の権を交付して、君党と勝敗の制度が定められた。布告では、君一党から君八党までの君党を除した者に、それぞれ一党勝敗から八党勝敗までの勝敗を可視するとした。この時定められた勝敗の正式は、現在の朝日賞の元となっている。同年末には、 アリス川の宮高人親王以下10名の皇族が初めて叙勲された。皇族以外の者に対して初めて叙勲が行われたのは翌1876年で台湾出兵の顔により最後を継ぐ道がクミットに除された。また同年には新国との交渉に功のあったアメリカ人のルジャンドルとフランス人のボアソナードが最初の外国人叙勲として 君二刀に除された。1876年10月12日、戦員に、将軍事務局が設置され、参議の伊藤博文が、初代長官に、小牛久氏が副長官に任命された。同年11月15日の大長官布告により、勝敗は、勲章と解消された。また、同年12月27日の章書により、組一の上位に大君が置かれた。 大勲位には、対応する勲章として、菊花大受章と、菊花章が制定された。1888年1月3日には、制度運用の円滑化を図り、諸外国の礼に習い法官章と、随法章が新設され、旭日章には、朝日大受章の上位に、朝日東華大受章が、菊花章には、菊花大受章の上位に、菊花章継職が置かれた。 また1890年には、武功抜群の軍人軍属に授与される、禁止勲章が制定された。1896年には、法官章を5等級から8等級に改正し、1919年には、女性にも、随宝章を授与できることとした。さらに1937年には、学術、芸術上の功績があった者に対し授与される。 単一級の文化勲章が制定された。右、組一等局実大受章を伝達される、デニス・シー・ブレア。左胸に汎用しているのが、組一党局実大受章の副章。右肩から左脇にかけているのが、組一党局実大受章の大樹大樹の下場についているのが、組一等局実大受章の正明。 1945年8月、第二次世界大戦の終戦とそれに続く GHQ の占領統治により、日本の管理制度は根本的に変化したため、従来の除訓内則の適用は困難となり、1946年5月3日の閣議決定により、皇族及び外国人に対する除訓と文化勲章を除いて生存者除訓が一旦停止されることとなった。 1947年に施行された日本国憲法では、栄誉、勲章その他の栄典の授与はいかなる特権もともはない。と定められたため、栄典に伴う様々な特権も廃止された。なお、同憲法は内閣の助言と承認により、天皇が行う国事行為の一つとして栄典を授与すること。を定めたため、以後、個人及び皇族。 外国人に対する叙勲、文化勲章、さらに再開後の生存者叙勲は、道場を根拠にして行われている。1948年には、新たな栄点制度の創設が検討され始めたが、その後しばらく、文化勲章と、皇族叙勲、外国人叙勲を除き、生存者には叙勲されなかった。しかし、1953年9月18日の、 閣議決定により、生存者であって緊急に除君することを要する者に、対し、除君を再開した。再開されたのは、同年に、西日本を中心として各地に風水害が発生し、これに対し救難、防災、復旧に尽力した功労者が多数に上り、A 転制度活用の必要性が痛感された、ことによるものである。また、1955年には、 内閣に臨時 A 点制度審議会が設置され、新たな A 点制度の創設について審議が重ねられた。1948年から1963年までの間に A 点制度に関する法案は3回にわたり内閣から国会に提出されたが、いずれも成立しなかった。1963年7月12日、 池田内閣の閣議決定により、生存者除君の再開が決められた。これは、除君を含む、栄転制度に関する法律は定めず、憲法7条7号を直接の根拠として、生存者除君を行うこととしたものである。生存者除君再開の閣議決定に従い、翌1964年4月21日には、新しい除君基準が、閣議決定された。 これは、戦前の除勲制度が管理及び、軍人中心のものであったのに対し、日本国憲法の下では、国民の各界各層を対象とする除勲制度と、するために、除勲の基準を新たに定めたものである。そして同月29日、吉田茂に大勲位喫下大受賞、石橋丹山、片山明らに、 クミット極日大受賞を授与するなど、生存者叙勲が発令された。以後、毎年2回、春と秋に叙勲が発令されている。法律を書いたままでの A 点制度の再開については、立法権との関係から問題視する立場もあり、本来、A 点法のような法律でその内容を規定すべきとの指摘がある。2021年12月現在、日本において、 叙勲制度を含む、英転制度に関する法律は定められていない。そのため、英転制度、叙勲制度は、日本国憲法7条7号が、天皇の国事行為の一つとして定める、英転を授与すること。を根拠とし、政令、内閣不礼、内閣国事等に基づいて、内閣が、実際の事務を行い運用されている。そこでまず、法律の根拠に基づかず、 政令以下の法令によって、叙勲制度を含む、英点制度を内閣が実施することは、憲法に違反するのではないかということが問題となる。この点、政府見解によれば、憲法73条6号は、この憲法及び、法律の規定を実施するために、政令を制定すること、すなわち政令制定権を内閣の権限として定めているところ、内閣は、 この憲法の規定である憲法7条7号の英典を授与することを実施するために政令を制定して、この政令及び内閣府令等の法令に基づいて英典制度を実施しているのであるから、何ら憲法に反するところはないとする。これに対して反対説の立場によれば、憲法73条6号に定める内閣の政令制定権は、 憲法及び法律を実施するために行使されるところ、ここで言う、憲法及び法律は一体として読むべきであり、憲法を直接実施する、旨の政令を定めることはできず、法律の存在が前提になるとし、根拠となる法律を書く、英典制度の実施は憲法に反するとする。次に、政府見解は、憲法41条公団に定める、立法の意味と、 立法事項の範囲について、立法とは、国民の権利を制限し、または義務を課す法規範の定律を意味し、かかる法規範の定律を必要とする行為を法律事項と、する見解を前提として、英天の授与という行為は、国民の権利を制限しまたは義務を課すものではなく、その意味で、本来の法律事項でなく、英天の授与に、法律の根拠は、不要とする。 なお、内閣法11条が、政令には、法律の委任がなければ、義務を課し、または権利を制限する規定を設けることができない。と定めるのも、同様の見解に立つためである。これに対して、反対説の立場は、憲法41条公団の、立法の意味を、およそ一般的、抽象的な法規範すべてとする見解を前提として、英天の授与は、 およそ一般的かつ抽象的である行政行為にあたることから法律の根拠を必要とする。なお、権利制限事項説の立場からも一定の非行があった場合に勲章を地脱することなどを定めた勲章地脱令については法律によって定めるべき事項を含むとも返されるが、日本国憲法の施行後も同例は政令として改正されている。また、 現行の英典関係の政令、内閣府令等の法令は、果たして有効かどうかも、問題となる。この点、政府見解によれば、勲章制定の件や大勲疫結果大受賞及び、副章正式の件など、現行の英典関係の法令は、憲法98条1項が定める、この憲法の上記に反する法律、命令、省直及び国務に関する、 その他の行為の全部または一部に当たらないため、日本国憲法施行後も、なお効力を有しており、その後に、政令等として、適正な手続きによる改正も経ているため、有効であるとする。これに対して、反対説の立場によれば、英天の授与は、法律事項であることを前提として、英天関係の政令、内閣府令等の法令は、 日本国憲法施行の再現に効力を有する、命令の規定の効力等に関する法律一条に言う、日本国憲法施行の再現に効力を有する、命令の規定で、法律をもって規定すべき事項を規定するものに、該当するところ、同法一条の4の国会の議決により、法律に改められなかったため、同法一条によって、1947年12月31日、 限りで執行したとする。第一法規の現行法規騒乱国会図書館の日本法令作院でも、同様に執行と変更された。1999年12月に自由民主党が、A 転制度検討プロジェクトチームを立ち上げ、翌2000年4月13日に、A 転制度の改革についてと題する、報告書をまとめた。同年9月には、森吉郎内閣総理大臣が、 英典制度のあり方に関する懇談会を置き、以後8回の議論を経て2001年10月29日に英典制度のあり方に関する懇談会報告書をまとめた。第1次、小泉内閣による2002年8月7日の閣議決定に基づき、翌2003年に英典関係政令の改正が行われ、懇談会の報告書に沿った形で英典制度の大幅な見直しが図られた。 第一次、小泉内閣第一次改造内閣による2003年5月20日の閣議決定で新しい勲章の授与基準が決められた。助勲の官民格差が改革の対象となったほか、時代にそぐわないという点から数字を用いる勲章形式の勲章が廃止され、勲章の等級が簡略化された。これまで男子のみが対象であった朝日章は性別を、 問わず授与されることになり、他方、女性のみに、授与されていた、法官省は、皇族女子または、外国人女性への儀礼的な場合にのみ授与される、特別な勲章となった。また、助君候補者の一般推薦制度も定められた。この時の改正では、随法省の樹の色が、白地に、黄色線から青地に、黄色線へ変更され、極実章同様に、 キリ派を模した中が追加された。英典制度の関係法令は、以下の通り。以下の法令、告示は、異界令及び異界令施行催促については、内閣府大臣官房人事課、その他は、内閣府省君局が所管する。勲章制度に関する略年表。現行の日本の勲章の種類及びその英訳名は、以下の通りである。各勲章の序列、及び、勲章の授与。 伝達式礼は以下の通り、勲章は天皇の名で授与されるが天皇自身も配用する。天皇が廃用するのは最高位の大勲位菊花承継職のほか、等価大受章及び文化勲章である。重要な儀式、儀礼の際には大勲位菊花承継職及び等価大受章を文化勲章の新授式には文化勲章をそれぞれ配用する。 これらの勲章はいずれも内閣総理大臣の決裁により天皇が持つ。また皇族も勲章を廃用する。この勲章は通常青年を迎えた際に廃止された皇族民令を授用し閣議決定により天皇が授与したものである。新制度による叙勲が発令された平成15年秋以降の春秋叙勲受賞者数は次の通り。 2003年11月の第1回以降の危険業務従事者叙勲受賞者数は以下の通り、括弧内は女性受賞者数で打ち数。2003年以降の文化勲章受賞者数は以下の通り、括弧内は女性受賞者数で打ち数。明治天皇の新書と告示。この告示は1874年に制作されて、現在も使用されており、 全ての空気に押されている。2017年に朝日総合賞を受賞したチェコの写真家、ズレニエク・トーマに贈られた空気。勲章の受賞者には、勲章の他に勲気が授与される。勲気とは、受賞者の氏名、受賞をする勲章の名称、受賞年月日、授与権者の名称等を表示して、告示を押した証書である。勲気の文面、内容は、 勲章の種別により若干異なる。日本国天皇和に、を授与する。皇居において自ら、名を所し辞をさせる。御名国示令和年月日。内閣総理大臣丸印。内閣府将軍局長丸印。第五、日本国天皇和に、を授与する。皇居において、辞をさせる。国示令和年月日。 内閣総理大臣丸印。内閣府将軍局長丸印。第五。なお外国人に対する助訓の場合は、授与するが、贈与するに、また、皇居以外の場所、例えば、赤坂御所において、新書や告示が押された場合、皇居において、が、赤坂においてなどと変化する。訓起の用紙の肖像、印刷などは、 独立行政法人国立印刷局が行っている。訓記には、上記の文面、署名、漁字印のほか授与される勲章の図柄がすり込まれている。この模型の印刷には、デカルコマニアと呼ばれる技法が用いられている。この技法は熟練の職人が、一式ずつ手作業で転写しに色を乗せていくもので、数日がかりで行われる。また、訓器の中央部まえには、 菊花紋章が印刷されている。この菊花紋章も、金貨釣りの後、純金粉を、塗布さらに唐押しを行って作り上げたもので印刷とは、思えないほど浮き上がって見える。訓記に類似した文書に有君症状がある。有君症状は、勲起を紛失した場合に、受賞者本人からの申請により交付される文書である。理由の遺憾を問わず、訓記そのものが、 国から再交付されることはない。なお、受賞者の二神党以内の遺族は、有勲証明書の交付を申請できる。日本の勲章は、すべて独立行政法人造幣局で製造されている。造幣局では、小廃類の製造は1887年から、勲章や法章等の製造は、昭和初期から行っている。2007年度には、造幣局は、 内閣府省訓局との間で締結した、勲章製造請負い契約に基づき27,436個の製造を行い、納品した。なお、勲章製造に携わる職人も造兵局職員で、あることから、国家公務員の身分で扱われ、1970年に40年に、及ぶ勤務を表彰されて、後輩職員が製造した、勲六等随法賞を授与された。 田辺勝次郎の例がある。勲章の製造工程は、おおむね十工程,程ほどからなっている。極印、まず勲章の原図をもとに、原版を作る。原版は、石膏で実物の4から5倍の大きさに作り、NC 彫刻機で鉱材に、原寸の勲章の模様を彫り、極印を作る。出来上がった極印は、模様を鮮明にするために修正する。熱写し、極印を、 プレス機に取り付けて、銀の材料板に、勲章の模様をプレスする。プレスされた材料を抜き型で勲章の形に打ち抜き、賞味とする。切り抜き、糸の子や、ワイヤーカット機で、形に沿って切り抜く。ヤスリ、数種類のヤスリを用いて、賞味の形状を整える。尻尾を盛り付け、尻尾が入る部分に釉薬を盛り付ける。尻尾を焼き付け、電気炉に入れて。 釉薬を焼き付ける。尻尾の盛り付けと焼き付けは5回ほど繰り返し、その間、ピンホールなどの傷を修正する。ハフ木綿布を束ねた。ハフを回転させて研磨することにより、光沢を出す。メッキ、必要な部分に、金メッキを加える。組み立て、各種の部品を組み立てて完成。勲章を紛失、または破損した場合、理由の遺憾を問わず、 国から勲章を再交付することはない。しかし、自費で調整、または修理することはできる。調整を希望する場合は、内閣府省訓局が発行する受賞者であることの証明を兼ねた、勲章調整通知書の交付を受けた後に、独立行政法人造幣局へ注文する。修理の場合は、勲章修理通知書の交付を受けて、造幣局へ修理を申し込むことになる。 造兵局は、1967年頃より、訓六等以上を対象に略称である、略称勲章を調整しており、2003年5月1日からは、略受略称着用規定により法的に定められているが、受章と同時に、国から交付されるものではなく、必要とする個人が造兵局へ、助勲内容通知書を提示して、直接注文することになっている。 略称勲章の遺章は、各勲章の正明に順次樹に、各略樹と同じロゼットを押し付けて、等級を示す。寸法は、縦が約6センチメートル、横が約2センチメートルである。なお、法章には、略称が存在しない。明治政府は、1877年7月25日、勲頭年金令を制定して、 のぶされた君等に従い終身年金を支給することとした。1894年には、禁止勲章の受賞者に対する年金支給を定める、禁止勲章年金令を交付した。さらに、1915年には、君一等局実東下大受章の受賞者のうち、特に顕著な功績を挙げた者にも1500円の、終身年金を支給することとした。しかし、 財政状況の悪化等により、1941年には、勲等年金及び、禁止勲章年金のいずれも廃止され、以後の受賞者に対しては年金を支給しないこととした。また、1945年12月末日限りにおいて、それまで支給されていた勲章年金についても一切廃止された。 1947年に施行された、日本国憲法第14条三項では、栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権もともはない。栄典の授与は、現にこれを有し、または将来これを受ける者の,の一代に限り、その効力を有する。とされた。1967年には、 禁止勲少年金令に基づく禁止勲少年金を受けていた者に対して10万円の一時金を支給する旧勲少年金受給者に関する特別措置法が定められた。同法の国会審議において憲法14条3項との関係が問題となったが政府はこの一時金の支給は従来受けていた経済的な利益に対する損失保障であって 英典授与に伴う特権ではないとして道場には違反しないと答弁した。1951年には文化功労者年金法が交付、施行され、文化の向上発達に関し特に功績顕著なもので、ある文化功労者に対して年額350万円の年金が支給されている。一方、文化勲章受賞候補者推薦要項は、 文化勲章受賞候補者について、文部科学大臣が、文化の発達に監視勲に差を卓絶なものを、文化功労者のうちから選考して、内閣総理大臣に推薦すると定めている。勲章に年金を伴うことの是非が問題となった、ことから、現行制度は、勲章と年金等を直結させていない。したがって、勲章の授与に合わせて、金品や年金を支給することはない。 ただ、文化勲章受賞者は、文化功労者の中から選ばれるのを通例とするため、文化功労者としての年金は支給されることになる。政府見解によれば文化勲章と文化功労者は、制度としては別々に運用されているため、憲法14条3項には抵触しないと解釈されている。しかし、そもそも文化功労者の地位自体が栄転であり、 年金自体が、英典に伴う特権であるとすれば、合憲性の問題が残ることになるが、憲法学上は、常識的に見て、功績を表彰するのに、相応の限度内のものであれば、法の下の平等に反するものとは言えないと、解されている。国が与える英典には、勲章の他に法章と理解がある。その他、内閣や各省大臣、各地方自治体は、 大きな功績があったものに対して、勲章や褒章に変えて、あるいは時期に応じて検証するため各種の表彰を行っている。これらは、日本国憲法第7条第7号の英典には当たらないものの、勲章や褒章に並ぶ栄誉に当たる。時期に応じた検証のための表彰としては、内閣総理大臣表彰の一種である国民栄誉賞がある。国民栄誉賞は、 勲章や報章ほど厳格な授与基準、授与手続きが定められていないため、その時々の人気者が受賞することも多い。警察庁長官が警察官や功労ある市民に与える気章や、消防庁長官が、消防林並びに、消防団員に与える気章、行政機関や地方公共団体が与える各種の栄誉賞、日本赤十字社が与える。 有効賞など表彰に合わせて、メダル型の希少を授与するものもある。自衛隊防衛記念賞の一つまた、表彰の意味合いと各人の経歴を示すシンボルの意味を合わせ持つ、防衛記念賞も、表彰の一種とされる。防衛記念賞は、防衛大臣が自衛官に対し与えるもので、授与の理由となった功績の内容や経歴に応じて34種、ある。 なお、勲章がオーダーと英訳されるのに対し、褒章並びに、希章は、メダルと訳され区別されている。ありがとうございます。